皆さんこんばんは。今年の夏は暑かったですが、夏に私が使ってた自分を守る道具、耳栓で防塵マスク、この2点はね、多分冬はっていうか冬でも使えないことないんですが、夏主に使います。これ冬使ってしまうと、まずこれ耳が寒いで、これは眼鏡が、私老眼鏡をかけるんですが、眼鏡が曇るで夏限定、多分暑い時期しかこれ眼鏡が曇りません。でこれは涼しいです、耳に刺すだけですから。でこれは私の自作なんですよ。これ鋼鉄が中に入っててね、引き伸ばしても元に戻ってくれるというね、これで耳にぶっ刺して防音できるという、ある意味優れものです。で秋から冬にかけてちょっと購入したものがあります。ちょっと紹介します。これとにかくまあ後でつけますが、ここからね息を吐き出して、でこっちからこのちっちゃい穴から吸うというね、ですから眼鏡が曇りません。なんかキャラクターみたいな。これはですね、このフィルターを交換するときはこちらへ回してこれが外れます。でこちらも外れます。でこれを外します。でこんな形になりますね。でここにこれがつくという形です。で新しくまたここにつけて交換します。そう、こういう感じで。でもう一つ、これイヤーマフってやつでしたっけ。これ先ほどのね、これはね人とお話ができるレベルなんですよ。ある程度軽減されますが、こちらはね人の話が聞き取れないぐらいすごいです。でこれ子供と大人と兼用なんですよ。で購入した時につけてみたらちっちゃいんですよ。これ返品だと思ったんですが、もうやけくそでねちょっとあることをやってみたんですが、そしたら大人でも十分はめれました。じゃあこれ早速装着してみます。これをねやけくそでガンと引っ張ったんですよ。だからここがこの針金が伸びるようです。ここじゃなくてね、というわけです。それで夏はねこれね暑くてね多分無理です。だから冬限定で、夏はもし使うとするともう作業を一つずつ一回ずつ外す。これはこうやって耳から外す。そうしないともう汗でびちょびちょになりますね。今年の冬からこれで耳は大丈夫、そして防塵大丈夫で、メガネは曇りません。これからここの穴の
穴から吸ったり吐いたりの状態をご覧いただきます。というわけで夏から冬へ衣替えです。でフィルターがね1個ついてきました。でこちらはね防塵マスクで検索するとあのもうこういうタイプのやつが結構ねたくさん出てきます。その中から私これを選びましたけども、で こちらもたくさん選べます。いろんなものがあります。あえてリンクは貼りませんが、まあそういうイヤーマフと防塵マスクで、こちらはまあ自作ですけど、これはあのアマゾンで売ってます。これで冬が快適に DIY できます。ありがとうございました。またご覧ください。